はい、皆さんこんにちは。みのチャンネルみのあです。今日もみのあ塾にしよう、はい、ということで今日は投資の考え方書いてあります、はいはい、よくね質問が多いんですよ。投資って何してんですか、投資はどうすればいいですか、投資ってリスクないんですか、投資は何が、もういろんなこと聞くんですね、はい、私みのチャンネルやってると成功してるものばっかりだと思ってる方が多くて、失敗例が結構多いのをちょっと今日話したいなと思ってるんです。で、例えばですよ、一番いろいろあって、まあもうね古い話なんで時効の話だから、私も実は裁判で追いかけることもできないし、取り返そうとも思ってもいませんし、古いことだけに言っちゃってもいいかなと思って、最近投資してることもいっぱいありますけど、それは話ができないのでここではちょっと隠しておこうと思うんですけど、今ね古い資料がこう出てきたんですね、はい、なんか古いなと思ってちょっとペラペラとかめくったらですね、こんなあんまり見せられないけどね、ピラッとこう覚書きとかね、はい、書いてあるわけですよ。私のサイン、印鑑、会社の印鑑をしてですね、はい、何か書いてあるんですね。ほら例えばですよ、金銭消費借用書みたいな、契約書みたいな、こう書いてあって、じゃん、2000万ね、2000万って書いてありますよ。で、日付は、平成13年。もう私30、超えた時にはですね、人に2000万貸してたんですね。2000万貸してましたね。で、まあびっくりですよ。2000万どころじゃないですよ、私。お金、いろいろ出してるの。受領書。なんかこれ日付違いますね。なんかここには1500万って書いてありますね。1500。別のやつってことですか？別のやつですかね。まあさっきのは人にお金を貸した話、今回20年前は、中国の携帯電話の普及に関しての投資です、うん、なんかチップ、携帯電話用のチップの製造販売だとか、動画配信サービスによるコンテンツ収入とか、いろいろそういうものを含めた新しい会社を作るので、売上予測としては477億円のなんか売上を目標にした会社の中国の会社の、電話、新聞にも日経にも出てるよ。日経新聞にもこうやって、ね、中国携帯最大大手のなんか技術開発しましたって日経新聞に出てるぐらいのレベルの会社に投資しませんか話で、私40歳ぐらいに出資してましたね。この出資してる金額はすぐパッと、すいません、明確に出てませんが、はい、かあと、まあこれ何千万レベルです。簡単に言いましょう、はい、0円です、何も戻ってきませんです。その話を持ってきた会社の社長に結局は追いかけたわけですよ。ちょっと戻ってきたんだな、あ、来ましたね。そこのね、会社と曰く、その中国の会社がダメになったから代わりにこっちの会社の株を譲るからって、こういう話の流れ。でこっちはなんとかうまくいきそうだから、なんとか皆さんそれで勘弁してよ、だからこっちの株式を渡す前にちょっと株式譲渡をしてよっていう書類が出てきた。さあ金額見て、見える、きゃー、見てる、見える、はい、5000万ですよ。40歳で5000万投資してます。ほとんど返ってきません。この人だけど自己破産しました、確か。結局は逃げ道って、投資してよの話でダメになった人はほとんど自己破産してお金返ってこないです。ずるいんですよ、自己破産しちゃって。自己破産した人は何にも損はなくて借金全部チャラにできるだけだからね、うん、というようなこともありますし、今でも現在生きているとっても立派な社長さんにお金を預けて返ってこない話もあります。これ見せたらやばいな、これはやばいな、ちょっとこれはやばいな、ここはですね、やっぱり同じですね、こういうこと言ってました。もう誰でも知っている有名な会社です。これはもうそろそろ上場準備に入りますんで、皆さんも株持ちませんかっていい話でいきます。株じゃあ少し譲っていただけるの、上場できるんだったら本当に直前で申し訳ないね、ありがたいねっていう、こちらは感謝のつもりで本当に買います。さあその後ここはどうなったかって言ったら、ほとんど8割9割お金を、株式を持ってるその株は第三者に全部譲渡して本人いなくなっちゃった。この会社が上場しようと準備入りました、本人は、社長さんは
このぐらいの株式を持ってます。さあ、残った株式、いろんな方に売ってます。さあ、これが上場した暁にはこのぐらい持ってたとしても10倍や20倍になるでしょう。こういう話ですよ。よし、じゃあ乗ったって言ってここで買うじゃないですか。はい。そしたら実を言うと蓋を開けてみたら、この会社のどっかにグレーなものがあったんですね。はあ。グレーなものっていっぱいあるんですよ。例えば役員の人がダメだったり、やってる業種がダメだったり、なんかいろんなこと不手際があると上場、東証は上場しちゃダメって言うわけですね。そこでこの人っていうのはこちら側のここがこの株式の全部ここの部分をこの社長はこの会社に売っちゃって、この社長はいなくなっちゃったんです。うん。この社長の顔の元に私買ったんですよ。でもいなくなっちゃったんですよ。でこの会社はこの B 社の子会社となりました。これわかるね。はい。子会社になりました。でこの B 社は頑張ってこの子会社を上場させようっていう努力をしたんだけど、やっぱり同じようにグレー色があったんで上場できないわけです。うん。っていうことは私が持ってるこの株はどうなるかって言ったら、ただの株式であってお金には変えられないんです。未上場の株っていうのを売買できるんですけど、こんな株を買ってくれる人はいないんですよ。ああ。で、この人はどうなったかって言ったら、 B 社に売った何億円というこの株を奥で売ってますんで、何億円を持ってこれなんとキャッシュ化していっちゃったんです。この人は今どうなってるかっていうと、新しい新会社を作って、なんといろんな M&A で有名な会社を買い取り、ここの会社は有名に今なってます。これ誰でも知ってます。もう100人中100人が知ってる会社です。なんて言ってこんな投資出資、今までにこの類は2回やってますね、私。失敗してるのはこれよくある話です。もう本当にこの社長っていうのを信じて2回ほど違う会社で社長さんねやってるんですけど、両方とも紙切れっていうのは、一社の方はこれから準備頑張ってあげますって言ってくれたんで、うん、まだチャンスあるんだけど、うん、このちょっとあとで言おうじゃん。今言ったらまずいなっつって。あとですね、よくある話、これもう見せちゃうよ俺。それはもう、大丈夫ですか、見せても。まあこれいいよ、もう見せちゃうよ俺。2013年、10年前、バイオにおけるバイオマスからの燃料製造計画。ゴミがある機械を通すと燃料に変わりますと。でそれまでの仕組みも全部できました。これは今いろんな各国の政府に売って、もう販売先も決まりましたから、ただしベトナムでそのバイオマスの機械を作るのに最初の出資だけどうしてもベトナムからお金落ちないんで、最初だけはなんとか出資してくださいっていうことですよ。まあこれも話したかな、結局いや、じゃあそれ面白いからね、じゃあ5000万円ぐらい出資してくださいって言われたんですけど、私いやそんなにお金出せないから2000万円だったら、でもただし社長さんの個人保証を取りますって言って個人保証を取ったんですよ。で結局そこの契約書に、1年経ってもそのバイオマスが稼働しないで現金化されなかったら、利益を生まなかったら社長さんが毎月返済いくらしてくださいっていうのも入れといたんです。そしたら案の定1年経っても稼働しなかった。稼働どころか本当にあるのかどうか俺には分からなかったんだけど、それで、分割払いで社長さんにもう詰め詰めでね、弁護士も入れてやってたんで、毎月毎月少しずつお金をくれて1000万返ってきましたよ。でもその後自己破産して残り1000万円は返ってこなかったということでですね、今まで私成功例いっぱい言ってるんですけど、おそらく1億円ぐらいは失敗しますよ。もう返ってこないお金ありますよ。だから投資の考え方、銀行だとか、あとはプライベートバンクだとか証券会社だとか、こういうところは国がちゃんと見てるんです。国がちゃんとした商品を販売してるかどうか監督してくれてるんです。だからリスクがすごい少ないんです。リスクが少ない代わりに監督している国にお金をあげなきゃいけないんで、
利回りもすごい低いんです。利率が低いんです。でもリスクは低いんです。そういうところの投資の話と違いますよ。いやちょっとこういういい話があるんですけどねっていう投資については 90%、95% 以上、もっとだなもっと返ってこないと思ってください。本当に成功例っていうのはスーパー絶対返ってこない。それだから私のこの考え方っていうのはどういうことかっていうと、お金がそれ全部吹っ飛んでもなくなっちゃっても何の生活も困らないし、何の事業計画もずれない、お金だけを投資してくださいっていうのが私の投資の考え方です。もう一回言いますよ。銀行系投資信託ファンド、プライベートバンク、国がよしに見てるもの、国が管轄して、あと株も含めて、国がちゃんと見てるものに関してはこれに値しませんよ。今の私に値しませんよ。トントントンと肩たたたかれていい話があるんですよっていうことについては 90%何ほとんど返ってこないっていう話をしてますんで、いいですか。それでなおかつそこに投資するには何の生活も困らないお金だけで投資した方がいいよっていうことですね。はい、という私も久しぶりにちょっと失敗談をお見せいたしました。はい、こういう実例があるとですね、多分見ていただいている方もですね、おお、ミノアもやっぱ結構失敗してるなと思うと思うんで、結局のところ自分でやった投資が一番儲かりました。自分で事業やった投資、不動産とかフランチャイズも含めて自分でやったのが一番儲かった。まあこういう話なんですけどね。はい、ということで、またこれについていろいろ質問ある方はですね、コメント欄にも入れていただけるとまたお答えできるかというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。